い、皆さんこんにちは。トロンボンプレイヤーの鈴木隆二です。今日はトロンボン初心者が習得しておきたい基本的なテクニックと練習を紹介します。概要欄にこの動画で練習する楽譜のリンクがあるので、ぜひチェックしてくださいね。さて早速ですが、トロンボン初心者が習得しておきたい基本的なテクニック、一つ目はロングトーンです。おなじみの基礎練習ですが、初心者の方にとっては難しく感じる方もいるでしょう。ここでは B フラットメジャースケールに沿って4拍ずつ吹いてみましょう。慣れたら6拍、8拍など長さを変えてチャレンジしてみましょう。トロンボン初心者が習得しておきたい基本的なテクニック、2つ目はタンギングです。タンギングは音に区切りをつけるテクニックです。コツはタやトゥなど発音するイメージで舌を動かします。実際に言葉でタタタ、トゥトゥトゥと発音してから楽器で試してみましょう。トロンボン初心者が習得しておきたい基本的なテクニック、3つ目はリップスラーです。こちらは同じポジションで出せる別の音を息のコントロールのみで音を変える奏法になります。タンギングをしないように気をつけましょう。うまくできない人は楽器を使わずに息のコントロールをして、その後バジングをしてみましょう。トロンボン初心者が習得しておきたい基本的なテクニック、4つ目はグリッサンドです。グリッサンドは一音一音を区切らずに音高を上げ下げするテクニックです。トロンボーンではスライドを抜き入れして行います。グリッサンド中は音が消えたりしないよう、いい音質を保ったまま吹くことを意識しましょう。以上がトロンボン初心者が習得しておきたい基本的なテクニックとなります。あれ、結構普通だなと思われたかもしれませんが、1年以上トロンボン経験がある生徒さんでも苦手な方がいらっしゃいました。この4つがうまくできるようになったら、スタッカートやスラーなど他の奏法にもチャレンジしてみましょう。それでは練習頑張って。またねー。